ビエンチャンセンターは、ラオスのビエンチャンとに位置するショッピングモールの一つ。4階建て、商業面積36,673平米、床面積12万平米、902台の駐車施設を備える。3フェーズからなる複合施設開発事業の1、事業である。2015年3月28日に第1、フェーズとして、ショッピングモールが開業した。 外観店内の様子レセプションブース女性物、売り場映画館開発は、雲南省海外投資有限会社が60%、クリタポングループが40%の行使により、資本金9000万ドル、総投資額12億ドルで、ノンチャン北部総合商業経済センター開発者を設立して、ビエンチャンセンタープロジェクトとして実施されているものである。ありがとうございます。